eLispJP 振り返りの39回目になります今回は、えー、繰り返しというセクションからになります、えー、繰り返しはプログラムの一部を反復して実行することを意味します 例えば、あなたはリストの個々の要素について一度ずつまたは0から n までの個々の整数について一度ずつある計算を行いたいとします。あなたは特殊形式ホワイルを 使用して E-max リスクでこれを行うことができます。で、えー、特殊形式のフォワイルになります。フォワイルは最初にコンディションを評価します。 その結果がニルでなければテキスト通りの順序でフォームズを評価します。そしてコンディションを再評価しその結果がニルでなければフォームズを再び評価します。この処理はコンディションがニルに評価されるまで 繰り返します、えー。繰り返しの回数には制限がありません。その繰り返しはコンディションが「にる」に評価されるかまたは「にる」に評価されるか エラーまたはスローによる脱出が発生するまで継続します。フォーム、ホワイルの値は常に2るです。 まあ、ここに実行例があります。 えー、実行結果がちょっと合いませんが。 えーまあ、これを入れないと開業しないようなので、えー、ちょっと追加しましたで、えーまあ、この実行例は Num という変数が、えー、4より小さい間このホワイルは、えー、この部分 この部分を繰り返します。で、えー、まあそれぞれの繰り返しの中で、えー、num をプリントしています。 で、ホワイルは Nil を返します。で、この Nil というのは、えー、このコンディションの評価結果になっていると思います。えー、まあこれが Nil になったときにホワイルが終わるので、えー、 まあここに説明がありますがホワイルの値は常に NIL です <laughs> まあ逆に言えば NIL、えー、でなければこのホワイルはまだ終わっていません <laughs> ということです。<laughs> えー、ここの繰り返しで終了テストの直前に毎回何かを実行したいならばいかに示すようにホワイルの最初の引数としてプログ N を置きその中に終了テストと一緒に置きます <laughs> えー、これは前方に一ライン移動し空行に達するまで 行移動を継続します。ホワイルが本体を持たず、終了テストだけ、という点で稀まれなものです。 まあこういうボディのないホワイルというのもあります。でここが、えー、コンディションになっていて、えーまあ、要するにコンディションだけのホワイルですが。えー <coughs> まあここに複数の式を書きたい場合は、プログ N を使うしかないとで。プログ N は、最後に評価した結果を返すので、えー、この最後の式を、まあ、条件、繰り返しの条件にすれば、えー このファイルを継続するか、えー、終了するか制御することができます。<laughs> でえーまあ、今のように実行しても、まあ、何が起きたかわからないと思いますので、えーまあ、例えばこのポイントで、えー、実行するそうすると、えーまあ、ここからここに カーソルがが移動しして、ホワイルが終了します。もう一回やると、えー、今ここにカーソルがありますでファ、えー、イルが終了してここにカーソルが移動しました でえー、このフォイルドの処理としては、えー、ここからまずフォワードラインにします。で、えー、ここの行で、ここの行の先頭で、ルッキングアットで、えー、空行かどうか。えーまあ、この正規表現は空行かどうかを判断する。 要するに行当かつ行末であるかっていうことなんですがで、えー、ここの行はそうではないので、えー、ホワイルは継続しますまあこれノットで否定しているので、えー 空行でない場合に、えー、空行でない場合に、えー、まあ2、えー、ルを反転しているので、えー、t になりますでこのノットが t を返すのでこのホワイルは継続しますで同じように 行が移動してい行を移動していって、えー、ここに来た時に、えー、ルッキングアット、まあ、要するにこのこのポイントでこのルッキングアットを、えー この行で looking at を評価すると t が返ります。で、その t は not で否定されて nil、えー、になるので、えー、このプログ n の結果が nil になります。そうするとフォワイルは、えーまあ、このコンディションが nil になるので、えー、繰り返しを 停止しますなので、えー、ここにカーソルが移動した時にホワイルが終わります。で、えー「ニルという結果を返します。 でえーまあ、これ、まれなものですと書いてあるのは、えーまあ、普通は、えー、コンディションを最初に評価して、えー、継続であればボディを実行するという動きをするのがホワイルです。<laughs> で、まあえー、おそらくこれでも同じ動きかなと思います。えー、同じように、えー、実行してみればわかると思います。 えー、カーソルがここから、えー、この空行まで移動して終わりました。で、結果はニルが返っています。 ま、なので、えー、マニュアルの記述をすれば、まあ、こういうことになるのかなとで、えーまあ、通常のホワイルというのはこの下のこういう書き方をします で、それは、えーまあ、目的にもよりますが、えー、この現在カーソルがある行が、えー、空行であれば、このホワイルはすぐに、繰り返しを終了します。というか、繰り返さずに終了します。で、えー、この上のやり方というのは、えー、 繰り返すかどうかの判断をする前に必ず、えー、必ずこれを実行したい。まあ、なので、えー、こう言ってはいけないということになります。 えー、これとこれでは少し機能が違います。で、えー、今何を言ってるのかというと、えー、この上の、上のファワイルは、えー、カーソルがここにあるときに、えー 実行すると、えー、カーソルがここに移動しますで、えー、下のホワイルはカーソルがここにあるときは、えー、カーソルが全く動かずにホワイルは終了します、えーまあ、やってみるのが一番早い えー、上のファイルは、えー、この行ここのここの位置から、えー、ここまでカーソルが移動しました次下のファイルを実行すると えー、カーソルが全く移動せずに終わりました。要するにここにカーソルがある状態で、えー、空行かどうかの判断をして空行になっているので、えー、このコンディションが2 l になります。 なので、えー、全くカーソルが動かない状態でこのファイルは終了しましたで、えー、まあ まれなものですと書いてありますが、まあ、先ほど言ったような違いが違いがあるので、えーまあ、同じように見えるかもしれませんが、えーまあ、動きが違うということで、えーまあ、こういうふうにプログ N を使ってコンディションを それはええー、まあいプログラムの目的によって変わるのであってええー、まれ、あ、かどうかっていう問題ではないのかなと思います <laughs> でええー 繰り返しはこのホワイルという特殊形式1個だけということになります、えー、EMAX19 当時の、えーえー、繰り返しの、えー、プリミティブというのはホワイルだけでした でえー、ちなみに、えー、最新の最新のマニュアルで、えーえー、ループのところを見ると、えーまあ、もちろんホワイルはあります。 でまあそれ以外に、えー、まあ e ックス1 9の頃は、えー、コモンディスプエミュレーションのところにあった、えー、DoList とか、えー、DoTimes えーまあ、この2つが、えーまあ、繰り返しの、えーまあ、機能として、えー、マニュアルに追加されています。 でえーまあ、ホワイルのソースというのはこんなふうに書かれています、まあ。C 言語の方でもホワイルを使っているということです。 えー、これで繰り返しのセクションは、えー、終わりになります。<coughs> 次は、被局所脱出というセクションになります。えー、被局所脱出、えー、は、 プログラム中のある位置から別の離れた位置への制御の移行です。非局所脱出は e m a x r i s プではエラーの結果として生じることがあります。また、明示的な制御のもとでそれを使用することもできます。 非局所脱出は脱出しようとしている公文要素にあるすべての変数のバインドを解きますええー、まあちょっと と難しいことが書いてありますが <laughs>、えー、最初は、えー、明示的な秘局所脱出、えー、キャッチとスローというところになります。 えー、大抵の制御構造は構造自身内での制御の流れにのみ影響します。関数スローはこの通常のプログラム実行の規則の例外です。それは要求により非局所脱出を実行します。 他の例外もありますがそれはエラーをハンドルするだけのためのものですスローはキャッチの内側で使用されそのキャッチに飛びます例えば <coughs> ま、これはテンプレート的な、えー、記述になってますが、えぇ、ー、キャッチというフォームの中で、えォ、ー、4というタグを定義します。で、この中で、えー、まあいくつかの式を評価していって、 で、その中から、えー、このキャッチで定義している、えー、タグに対して、えー、スロー、まあ。スローというのは投げるという意味なんですけども、えー、スローします。で、その時に値を返すことができます。 でえー、そうすると、えー、キャッチはスローされた値を返します。まあ、ということが、この辺の説明に書いてあるとは思います。 えー、スローは該当するキャッチの直後に制御を移します該当するキャッチから直ちにリターンします要するに、えー、スローされるとキャッチはすぐに終わります でスロー以降のコードは実行されませんスローの2番目の引数はキャッチの戻り値として使用されます <coughs> えスローとキャッチは最初の引数によって対応がつけられます スローは最初の引数がスローで指定されたものと EQ であるキャッチを検索しますしたがって上記の例ではスローは4を指しておりキャッチも同じシンボルを指定しているので そのキャッチが適用されます。2つ以上の適用可能なキャッチがある場合は最も内側のものが優先されます。 スローを実行すると対応するキャッチまでの全てのリスプ公文要素から脱出しますレッドまたは関数呼び出しのようなバインドを作る公文要素からこのようにして脱出した場合それらの公文要素が普通に終了するのと 同様にそのバインドは解除されます同様にスローはセーブエクスカージョンによって保存されていたバッファーとポジションセーブリストリクションによって保存されていたナローイング状態セーブウィンドウズエクスカージョンによって で保存されていたウィンドウセレクションを復元しますその形式を脱出するときにはアンウィンドプロテクト特殊形式によって設定されたあらゆるクリーンナップも行います ま、この部分というのはアンウィンドプロテクトの、えー、アンウィンドプロテクトで、えー、保護されたボディからスローした場合でその場合は、えーまあ、定義されているクリーンナップを行って、えー、このアンウィンドプロテクトを抜けると えーまあ、私はやったことはありませんがそういう動きをすると思われますでほ、えーまあ、他の、えー、こういったものも全て同じような動きをします スローはそれがジャンプする先のキャッチが歴史カルに存在していることを必要としません。それはキャッチの中で呼び出される別の関数からも同様に呼び出,し呼び出されることができます。スローが評価順で キャッチの後であり、それから抜けるのが評価順で、前である限りそのキャッチへのアクセスを持ちます。これがエディターのコマンドループに戻る、Exit Recursive Edit のようなコマンドで、 スローが使用できる理由ですえー、ここはちょっと何が書いてあるのかよくわかりませんが えー、まあ、キャッチで指定する、えー、まあ、戻り先のタグというのは、えー、まあ、スタックのような、えー、変数に積まれるイメージと考えればいいのかなと。なので、スローした場合に、そのスタックを見て、えー、 まあ、スタックを先頭から見ていって、えー、見つかったところに、えーまあ、脱出するとそういう動きになると思いますで、えーまあ、その動きというのは、えーまあ、例えば C 言語で言うと セットジャンプとロングジャンプのような関係かなと思います。 えーまあ、これがキャッチの内部関数なんですが、えー、ここでセットジャンプを使ってで、まあ、セットジャンプというのは C 言語上では、えーまあ、レジスター等の値、えーまあ、スタックポインターとかプログラムカウンターを含む えー、レジスターを一式を保存して、えーまあ、ロングジャンプに備えるという動きをしますで、えー、その後ロングジャンプで戻ってきた時に、えー、ここに戻る、まあ、そういう動きをするので、まあ、先ほど書いてあった、えー リカーシュエディットの状態にある場合でも、えー、戻ってくることができるということなのかなと思っています。 で、えー、コモンリスプ注意書きですが、えー、コモンリスプを含む、ほとんどの他のバージョンのリスプは、非順次的に制御を移す方法をいくつか持っています。例えば、リターン、リターンフロム、ゴーがあります。 Emax Lisp は、えー、スローだけを持ちます。まあこう書いてありますが、えー、まあ一応 Common Lisp エミュレーションの方に、えー、リターンやリターンフローはあります。で。えー キャッチという特殊フォームの説明になりますが、えー、今回はここで切りたいと思います e、えー、リス PJP 振り返りの39回目はここまでにします <laughs>